背景、元気でいますか？私は元気です。最近よく本屋に行きます。本を見ているとその世界に入り込んでいる気分になって時間を忘れさせてくれます。なんとコーヒーを飲みながら本が読めるんだよ。すごくない？路地裏にある小さなカフェに行きます。みたらし団子とコーヒーを頼んで買った本をそこで読みます。あ、団子よりパフェが好きだったよね。夜には気のいい店主がいるお店によく行きます。最近は常連になっちゃいました。自分でたこ焼きを作れるんだよ。あなたも絶対好きだと思うな。そうそう、日本酒も飲めるようになりました。はい、味見させていただいて、これだと思うお酒を買って帰るんです。一人でゆっくり飲むのがたまらないのです。元気でいますか？私は元気です。追伸、あなたに会いたいです。